古き時代にとどまらんとするものは生かすも無価値。全てを壊し尽くせ。あれが噂の新型軍船って感心してても勝てないか。守りを固めろ。攻撃にはまだ時間がかかる。準備ができるまでみんなで敵を攻撃するぜ。 調子だ。敵将、討ち取ったよ。良いぞ。さらに苛烈に攻めよ。 弱な毛利水軍の前線は最大の火力あってこそ。橋を架けろ。最下手根性を見せてみろ。
その程度で満足すまいな。下っ端を倒しててもきりなくない？足をかけろ！お見事！これくらいじゃまだ寝られないよね。お見事！これくらいじゃまだ寝られない。
が許さねえ。必ず償わせてやる。橋をかけろ。機は尽くしたようだね。秘策を披露しようか。行くぞ。どんな新型の軍船も中に入ってしまえば怖くない。俺たちも援護しよう。守りを固めろ。ムネシには手を出した。私たちで十分だ。めんどくさそうな二人だな。確かにその通りだな、坊や。めんどくさいよ。性格まであるんだね。みんな、この船の守りを固めるんじゃ。突撃してきた毛利の船から渡ってきてくれ。橋を架けろ。進め。毛利も隣、策を隠していたか。少しはできるようだ。奇抜な策だな。元成って人、やっぱすごい人かもよ。あれ、あなたが冷酷非常の元成子？やれやれ、風評は一人歩きするから怖いよ。君の戦を眺めていた。落ち着いて企画で無駄がなかったな。そりゃどうぞ。なんか思ったより面白い人だな。君たちの勝ちだ。軍を引こう。追ってくるかい？近いうちにね。元成公との再戦、楽しみにしてますよ。次の戦で毛利は完全に沈黙することになる。死より逃れられるものなし。故に死を恐れ、先を急がねばならぬ。